向かいますか？出発ですね。カティさん、またおサボりですか？ああ、ソフィーちゃん。いやね、ちょっと働きすぎて疲れちゃって。嘘はダメですよ、カティさん。今日は全然仕事してないじゃないですか。カティさん、初めて会った時はすごくしっかりした人に見えたんだけどな。エルビーラ様から任せれる仕事に関してはとても真面目なんですが、こういうことを言うのは心苦しいのですが、ここで暮らす人はカティさんをこう呼んでます。めんどくさがり、やる気なし、経営能力なし、容赦なく言ってしまえばダメ人間というやつですね。ノーム、それは違うわ。私はダメ人間じゃないの。真面目に働いて、私生活を犠牲にするほど働いて、その結果ダメになっちゃった人間なの。つまり真面目人間の終着点が私ってわけ。わかった？つまり普段はこんな感じってことです。なので食事の注文などがある場合は僕に言ってくださいね。どんな依頼があるかな。報告しちゃっていいかな。フィーちゃん、これなら任せたわよ。よし、これなら任せたわよ。これならきっとだ。あら、よく。
か。どこに向かいますか？